皆さんこんにちは、今日はですね、原口和弘事務所東京事務所の学生インターンの皆さんの近況と、それから今レクチャーも聞いてもらってますが、今どんなことをやってるか、まあ夏休みですけど、学校でどんなことを学び、そしてどんな夏休みを暮らして、そして今聞いたようなところの感想も聞いていきたいと思います。それじゃあレディーファーストでどうぞ。東洋大学2年の大森葵です。葵さん、ありがとうございます。夏休みは実家に帰省をして、祖父の家がある福井にいて少し、ゆっくり過ごしました。愛知から福井に。そうです。おいいよね、福井。田んぼしかないです。え、田んぼしかなかった。カニとか海も綺麗だし。そうですね。ね、福井市ですか。鯖江市。鯖江、あのメガネとかで有名な、ね、越前市とか。祖父の実家は越前市なんですけど、鯖江市にもたまに遊びに。いいとこですよね。越前の市長が私の設計塾の後輩で、もう今辞めてますけどね、よく行きました。あのこの和紙なんかもね、越前いいとこですよね。学校ではどんなことをしてますか。そうですね、今は金融系の授業だったり、あとは経済の数学だったりを勉強しています。さっきあのレクチャーも聞いていただいたと思うんですが、今日のレクチャーはその米軍由来によるその化学物質、それがアメリカではどんな風にされてるか、日本ではまあネグレクトされてしまってんで、もう直接今の政権に言っても、まあのれんに腕押しだから、僕はもう直接アメリカの議員にやろうとしてレクチャーしてたんですね。まあ、全部はね聞いてなかったけど、感想どうでしたか。もう一つのは、まあ、統一教会、まさに反セクト法、宗教法人法の改正に向けた論点整理をしてるんですね。この2つのレクチャー、まあ、全部は聞いてなかったし、お茶も出さなきゃいけなかったから、なんか印象ありますか。そうですね、1つ目のレクの方は、ちょっと資料が手元になかったので、あまり内容が分からなかったんですけど。すっごい資料を作ってくれてたよ。もう力入ってた。ニュースでちらっと聞いたことはあったので。沖縄のね、ひどいよね。で、詳しい調査の場所が毎年違ったっていうのに驚いて、ね、環境省のね、毎年調査しなきゃそこがどうなったか分かんないよね。これ早速環境省にどうぞ問い合わせてください。原口和弘事務所で、大森さんの名前で原口和弘事務所の政策インターンの大森ですけど、これどうなってるんですか、ね、あの秘書と一緒にやってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。あ、同じく2年の奥山大地です。僕も夏休みの実家に、山形県の実家に帰省したんですけど、去年の同じ時期に帰省したんですけど、その頃より上越新幹線で帰ったんですけど、やはり新幹線の乗客室の人数が多くて。そうだね。ここで行動制限がない夏っていうのを肌で実感いたしました。行動制限はないけど、コロナはすごいよね。どうでしたか、山形。相変わらずのんびりとした、やっぱり東京よりも時間の流れが遅いというか。いいね、時間がゆっくり流れるってどんなに贅沢なことか。僕も佐賀と東京を往復したり、それからもう普段だったら海外に行ってるんですけど、やっぱ全然時間の流れがゆっくりのところは贅沢なところですね。学校ではどんなこと。春学期に一番興味を引かれた授業は西洋経済史の授業で、近代の中世からの、荘園制からの、近代の産業革命までの間のことを学んだんですけど、その間のヨーロッパでのなんか人権だったり自由へ の、雰囲気の情勢を肌で感じることができて、面白かった。面白いですね。荘園領主の時代、みんなが土地でこうエンクロージャーというか囲い込んでいく時代ですよね。でしかも宗教権力と世俗権力がものすごい勢いでぶつかって、その中で人々が自由を求めていくっていう時代ですよね。主にどの国を調べました。
にドイツを調べたんです。ドイツはやはりもともとが、ね、うん、東方植民の血を引くものですから、やっぱり宗教の、うん、ローマカトリックの勢力が強くて、うん、ただそれに、世俗領主であるハプスブルクがいかに権力を握っていくかということを経済の観点から見た中でも説明を受けたので、とても面白かったです。ローマカトリック王朝とそれからハプスブルク家との、まあ、まさに世俗権力とのもうすごい戦いですね。ユンカーとか、ね、はい、荘園領主の力も大きかった時代ですよね。さっきのヒアリング聞いてどうでしたか。沖縄の観光物質の問題については、うん、生態濃縮っていうこともあって、うん、やっぱり人間の体に直接影響を与えるものだとは思うので、うん、しっかりとそういうところに対しての先生の方から言っていただければ、ええ、そうですね。あのアメリカの規制は結局そのアメリカ国内のにしか及んでなくて、国外に出てる基地の方には及んでないということが分かりましたね。及ばせるようにアメリカの方にもあの働きかけをしたいと思います。ありがとうございます。同じく東洋大学2年の坂井裕二です。で夏休みは特に遠くに行ったりはしてなくて、うん、家で結構、まあのんびりというか、ああ僕は漫画が好きなんですよ。お漫画もワンピースとか。ワンピース、はい、ルフィね。はい、そう。いい映画もまあ公開されてて、おで、まあ、全巻持ってるので。すごいね、うちにも全巻あります。あ、そうなんですか。あの子供たちが好きで、そうですね。1本持ってたり、友達と近くで買い物とかっていう感じですね。あ、ワンピースだったらあれは少年ジャンプでしたっけ。そうですね、ね、はい、僕らも毎回買ってて、あのこち亀とかも好きで、 あそこの社長さん、こち亀のその秋元先生と最初にこのキャラを作ってた人なんですよね。すごく面白くて、ワンピースはなんていうかな、みんなのこのチームっていうかあったかいですよね。そうですね、そうか、漫画三昧でしたか。結構そうですね。いいね。で、まあ、ここから、まあ、埼玉なんですけど、うん、実家というかの祖母の家があって、うん、そこに来週行こうかなって。あ、喜ばれるよね、おばあちゃんとかね。そうです。僕も母が今年っていうか今月90になったんですけど、うん、今度なんかどっかのテレビに出るらしくて、88からピアノを習い始めたとか言って、それが特集されるんですって。でもね、孫さんとか子供が来ると喜ぶよ。僕も子供がアクセスするとちょうど皆さんと同じぐらいの一番下の子がいるけど、すっごく嬉しい。もう自分がその時には親にアクセスとか邪魔くさくてするわけないよと思ってたけど、嬉しいです。うん、学校ではどんなこと。学校では、まあ、同じように経済学に入ってるんですけど、うん、一応結構興味を持ったっていうのは、うん、生物学っていう授業、オンデマンドだったんですけど取って、これまであの理系というか生物学とかはあんまり学んでなかったんですけど、うん、なんかあったんでそれを受けさせてもらって、でなんかいろいろと細胞の話とか遺伝子の話とか結構そういうのが初めて学んで、視野が広がったんだよね。そうですね、面白いなっていう。だって金融でしょ、歴史でしょ、生物でしょ、うん、いろんなことを学ぶんだね。そうですね、なんか自分で選べる部分の単位分っていう。いいですね。同じ学費でも儲かってるね。僕も大学時代、あ、そうだ、僕の子供2人、皆さんの大学の近くにいるんでよろしくお願いします。うちの大学とお宅の大学の間ぐらい、あの大学時代心理学と社会学と法学と3つ学んだんですよね。本当もう1個学ぶって言うんだったら生理学、生物学を学びたかったですね、医学ね。まあでももう3つ学ぶのでも やっとこさなんだろうね。
こんな、なんだろう、世界があるんだみたいな。ねえ、視野が広がって、なんかこう、発見の喜びがありますよね。そうです、びっくりしました。うん、僕も大学 の、 あの生物学の先生に、東大の先生に聞いたことがあって、すごい偉い先生。なんで俺らは鉄じゃなくてタンパク質でできてるんですかって聞いたんですよ。なんてこと聞くんだって。ちょっと待って、1ヶ月あの答えをね、出すのに考えるから待っててって言われて、うわーい、東大の教授もわからんことあるんだと思って、1ヶ月後に答えが来て、タンパク質がこの世界の中で、この地球の中で一番なんか複雑、あの種類がいっぱいあるんですって、だからこの種類がいっぱいあるっていうことで複雑なものが構成できるんじゃないかっていうのがその先生の答えだと。本当に合ってるかどうかわかんないけど僕は覚えてるのはね、もっと詳しくおっしゃってたけど、そこはもう理解不能だったんで覚えてない。今日 の、 あのレクで印象に残ったところ、そうですね、それは統一教会、宗教の話で、最初反セクトっていう資料を見たときに何の話だろうってちょっと分からなかったんですけど、そこの統一教会とかそういう宗教につながってるんだろう、反セクトが別に宗教だけじゃなくて、そういう反セクト行為をしたようなところに対して、フランスの法律でいろんな既存の法律で取り締まることができるようになってるっていう法律なんですよね。なるほど。そこで何だろう、自分が知らなかったその宗教って、そういうなんか団体っていうのがたくさんあるんだろうとか、そうだね、僕も知らなかった。本当に今被害者の宗教2世の方々の話を聞いてるけど、はい、辛いね。いや、もうその中で幸せだと思ってる人もいるんだと思いますよ、聞いてると。だけどとてもちょっとね、厳しいな。どこにもこう逃げ口がないっていうか、逃げようと思ってももう引き戻されるっていうのを聞いてると、ありがとうございます。じゃあ、また夏休みかな、みんな。そうです、良い夏休みを。僕らには休みはないですけど。じゃあそれぞれ宿題をね、さっきのよろしくお願いします。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。